乾杯、はい、グッジョー、慣れてえな。ホストはこの方、株式会社リンクステーションの大島社長、そして私、神明人と2人でお話を進めていきます。ゲストは来年10月 BJ リーグ参戦を目指す県内初のプロバスケットボールチーム、青森ワッツの下山社長です。選手の面接は、はい、ぜひ声かけますから。あと思ったんですが、チアリーダーとかも必要ですよね。必要です。やりますか、うん、私がですか。いやいや、私考えてるのはね、もちろんその10代のチアも、うん、メインでやりますけども、40代のチアがいいかなと思って。 いらなくできればちょっと太めのムチムチ、ジクチア、ジクチア。踊る前に出てきただけでドッとあの会場が盛り上がるような。2回目で来たら引きますよ、ね。なんかぶつけられますよ。でもマスコットキャラクターとかいてね、それでチアリーダーがいて、また楽しいじゃないですかね。そう、千葉学園のバトン部とかが、そう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 、卒業生がこうチアリーダーやるとか。3、まあ、地区でやるので、はい、やっぱりその地区のね、そうですね、はい。それはもう十分考えてるんですよ。一つのチアチームが全部回るんでなくて、はい、やっぱり弘前地区の試合にもありますから、試合のチアの関係者がやる、八戸は厚生とか千葉学園の人たちに何かやってもらうとかね。うん、まあ弘前でやるときはね、300人ぐらいの会場に三味線やんでさ、ね、オープニングでやるとかね、例えばですよ。そういうショーもあるんですか。もちろんもちろんもちろん。演出が大事なんですよ、やっぱり。三味線ありの、塾女チアありの、そうそう、それはどうか分からないですよ。MC 一つよろしく。 MC も入って、はいはい、わ、やっぱりいろんなのをこうアピールしていかなきゃいけないですよね、うんうん、スポーツ通じてね。驚かれるかもしれませんけども、はい、有名な大学終わってきてもですね、気をつけ当時にはできない人いっぱいいるんですよ。今そういう教育してないです、うんうんうん、我々学校に入った時は小学校に入って、はい、気をつけ、うん、右習い、回り右、うん、ね、そういうことまず教わりましたでしょ、うんうん、今そういう教育してないはずですよ、うん、なるほど、ね、だからね、お辞儀できないんですよ。まあ そんなこと言うと先生方に怒られるかもわかりませんけども、やはり社会に出るためには、確かにね、X プラス Y とか、うん、それから何でしたっけそれ。いやいや、私X プラスはないですけどね。例えばね、ABC とかさ、春はあけぼのとかね、いろんなその難しいことを教わるんですけども、はいはい、それよりもやっぱりその社会に出るための第一歩はね、挨拶がきちんとできることだと思うんですよ。で、皆さん意外とえっと言うけども、実際そうなんですよ。確かにね、バスケットに対する期待感ってどうですかね。非常にあると思いますね。バスケットというよりも青森県初のプロチームということでですね、まあ行政の方々ももちろんいろんな興味を持って応援してくれていますし、まあ、我々ホーム&アウェイでですね、52試合26試合ずつやるんですよ、年間で。はい、年間、はい、県外で26試合、県内で26試合、もちろんその県内では、うん、できるだけ、各地に行ってですね、子どもたちの近い目線、中高生あるいはバスケットのファンの近いところに行って試合をやるっていうのが本来の建前、うん、てか我々の考え方ですね。で、子どもたちに、夢や希望を与えると。将来バスケットはもう36年以上オリンピック出てませんので、オリンピックに出るような選手もここから出てくればなと思って、そういう気持ちでいますね。で、県外で26試合やりますので、その時には青森県の観光 PR だとか物産の PR、あるいは販売とか、そういうこともですね、積極的にやるという予定なんです。なんかいいですよね、バスケットだと雨と、スポーツを通じて青森を活性化するって話ですよね。そうです、そうです。もちろんそのバスケットで楽しむんですけども、それと一緒にですね、やっぱりこう経済というか、地域の活性化とか経済的なものにもどんどんこう貢献していきたいというのが、
まあ、おそらく私もそう思っていますけども、うん、大島社長もそう思ってるんじゃないかと思います、はい、うん、だから今回八戸青森、弘前十和田も含めてオール青森でやるっていうところがいいんですよね。そうです、というのはその各地でその試合をするから、ね、オラホのチームだっていう感覚で、うん、まあ、これは決定ではありませんけども、うん、私一人の今の考えですけども、うん、選手はですねできるだけ県内の選手を取りたいと、できれば最低でも4人は取りたいと思ってるんですよ、あ、そもそも何人ぐらい選手を集めてくるんですか、すいません、これから何か夢はありますか、こうしていきたいな。いや、もうとにかくこの青森モデルというかですね、全国のバスケ、BJ の社長さん方は自分でやりたいって手を挙げてやった人がもう 99% なんですよ。私みたいになんかこう周りからやってくれって言われて、まあこれいやいや引き受けた手はおられますけども、その経緯から経緯がね、私みたいな経緯で引き受けた人はおそらく全国で初めてなんですよ、うん、だからでもきちんと形を作って、組織を作って、そしてこうやれば経営がちゃんとうまくいけばチームもうまくいくんだよっていうことはちょっと示したいなと思います。どうですか、難しいことにあえてチャレンジしていくっていう、このいやいやいや、チャレンジしないとダメでしょ、せっかく生きてるんですから。私でもスポーツをずっとやってたのでもうすごい今年齢を感じるんですよ、自分の体力の衰えっていうのはものすごく感じるんですよ、うん、そうですか、いわゆる体の面で感じますね、それからね頭も感じますね、キレが悪くなってます、やっぱり、あ、キレっておしっこ出ないですよ誰も聞いてないですか、誰も聞いてないですか、誰も聞いてない、誰も聞いてない、 いや本当にね、こう、5年10年前だったらこんなのパパッとこう3秒で片付けるな、片付けるのになと思うことはね3分5分かかるんですよね、ちょっとこう変に考えちゃったりしてですね、ああ年だなと思いますね。それがシニアプレイヤーなんじゃないんですか、ね、いやそれ褒めてるんですか年代のならではのその試合運びというか、いやいや技術の出し方というか、それはね違うんですよ、キレがなくなってるんですよ。でもじゃあ相手業界やったらもうそうなったらもう社長引退しなきゃいけないですよ。相手業界やったらね。まあもう本当に時代の最先端、だから私もね、とにかくきちんと立ち上げる。はい。そうっす。いや青森県のワッツ BJ リーグに参入してすごいなと、よくやったなと、だったら私はきちんと後継者を育ててさっと引退しますよ。もっと若い人にやっぱり引き継いでもらわないとダメなので、はい、ああ、そうですね、その通りですね、それ分かってもらえるんでいいんですよね、普通はったりって言ってさ、うんってこう顔をしかめる人多いんだけども、大島社長はそれ分かってくれてるので、まあとにかく素晴らしいバスケットボールチームを作ります、はい、なんかこうワクワクしますよね、一緒にやれるっていうのが、でこれからやることいっぱいあると思うんですよ、やることいっぱいあるんですけど、それ一個一個やってってそれ成果が出てくるじゃないですか、そこの楽しみがまだできるんだっていうのにすごいワクワク感がありますね。当然うちの会社スポーツクリエーションだけでできるわけじゃないんですよ、いろんなね人の力も必要なんですよね、だからその人たちと一緒にこうやってって、で青森をどうやったらこううまくね活性化できるかっていう、こう基本的なこう理念考え、そこに基づいてみんなで協力してやると、そこの監督としてぴったりですよね。